はい、トールです。サイパラの7を見ましたので、その感想と考察をアニメ視点でね、共有してみたいなというふうに思います。はい、まあ静かでね、確実で、そしてまあ圧倒的なね、主人公の無双ではあったんですけど、でもですね、戦った後ですね、戦いが終わった後のまあ被害状況、対応、襲われた村がどうしていくのかみたいなところ、およびですね、メネル側の過去について掘り下げられる回に、なっていたのかなというふうに思います。はい、まあ、今回もですね、なかなかにね、まとまった話になっていました。まあ一つのね、区切りがついたということで、次回は総集編的なものみたいですね。はい、まあこんな感じで、このチャンネルでは毎週のね、アニメ視聴後のね、楽しかった部分とか好きだったポイントなんかを、あとまあちょっとした深掘りなんかを共有してますので、まあ今後もご一緒いただければ幸いです。では、本編のね、部分ちょっと振り返ってみたいと思いますけど、まあここまでのポイントというか、これまでのあらすじじゃないんですけど、前回からのつなぎになってきます。まあようやくですね、里を旅立ったウィルはですね、まあ初めて人と出会うわけですよ。まあ、それがメネルだったわけなんですが、その後ですね、集落で交戦となりですね、まあいろんなこう縁からですね、はい、デーモンに襲われている村のことを知って、そして、まあその襲われた人たちがアンデッド化する前に何とかしないとというね、対策のために動き出したという、そういう形になりました。はい、まあポイントとしてやっぱり良かったのはトム爺さんですかね。はい、やはりどんな奴らがやってくるかわからない無法者の村、そして非常に厳しいね、人類にとって厳しい環境であることっていうのが、示されていましたので、そのあたりでのやり取りが良かったというふうに思いました。で、まあメネルがね、同行することになっての今回の話になっていきます。まあその最初のパートとしては、メネルと一緒にですね、まあ村へ向かうという、そういうパートになっていました。まあここでまあメネルの能力みたいなものですね、なんか植物が寄ってきて、守ってくれる、で何かこう危ないものが近づいてきたら妖精さんが教えてくれるというね、能力が明らかになりました。はい、他にもメネル結構その優秀で、まあ偵察部隊としては、かなりいろんな情報をね、拾ってきてくれましたね。はい、まあそこからはまあウィルさんがかなり強かったんだけど、でもメネルもちゃんと仕事をしていてですね、で、矢尻があんまり少ないのにみたいなことを言っていた通り、敵を倒した後にちゃんと矢をね、回収していたところも、細かくちゃんと作ってるなというふうに思いましたね。はい、まあ個人的にこの村までの旅に関して言うならですね、好きだったポイントとしてはですね、こう初めて誰かと一緒の夜っていうことですね、なんかこうそっけなくされてるんだけどね、初めて誰かと一緒にね、こう夜を過ごすっていうことをね、嬉しそうにしてウィルがね、感慨深かったですね。はい、そしてですね、まあデーモンたちの一掃ですよ。ようやく待っていました主人公の無双描写。今まではですね、その相対する敵がですね、ちょっと普通じゃない人たちを相手にしていたので、ウィルの強さっていうのはこう説明としてはされてるんだけどね、実感としてなかった部分が今回、はい、デーモンたちが儀式を行おうと、しているところにですね、まあ思いっきり邪魔に入るわけですね。はい、魔法もガンガン使って、まあマンティカをまあ無力化するみたいな形になっていました。これはまあようやく、まあ言ったらナロー系アニメらしいというか、まあ最強主人公系のストーリーね、らしいね、展開になっていたというふうに思います。そしてですね、やっぱりそのそこが売りじゃないんですよね。やっぱりこうすでに被害は出ていて、それこそまあ村人がアンデッド化していたってことなんで、手遅れだったわけなんですよね。ある意味ね、儀式は止めましたけど、そういう意味でですね、メネル側がまあそのもともとメネルが過去をね、語るっていうね、そういう話だったわけなんですけど、今回のね、メインの話としては、で、メネル側が後々語ってくれた、そういったね、過去の部分では、メネルはまあ変わり者の母親がどこかでね、こさえてきた子供っていうことで、まあ多分位置づけ的には根血、ハーフエルフ的な扱いでいいと思うんですが、エルフの里からですね、追い出されてしまいました。成長速度も違うしみたいなことを言っていましたので、浮いていたし厄介者になってしまっていたんでしょう。はい、実力はすごく高かったと思うんですけど、でもそんな中で、やっとたどり着いた村でですね、多分ですね、そのマープルバーさんでしたっけ、ちょっと若干自分の中でマーテルとマープルがねごっちゃになってるんですけど、マープルバーさんがまあ若かった頃というかね、まあおばさんぐらいの頃から、おばさん
歳になるまでいたのに 2,30 年はねいたのかなと、ね、長ければ40年ぐらいかと思うんですけど、まあ、この時代のあの人々の寿命ってそんなに長くないと思うので、まあ、20年から30年ぐらいいたかなと、思われますので、そんな中ですね、まあ、自分の中で縁のできた村だったんですけど、もうその村はですね、まあそのどうしようもないほどの打撃を受けてしまうと。で、そして、まあ自分を慕っていた子供たちもいたんでしょうね。はい。ね、やっぱり子供にとってはヒーローだったと思うわけですよ。彼はね。うん。そこでですね、その最初拒否してしまったことを自分の中では結構その苦い記憶に変わったのかなとは思ったんですけど、その後そのウィルのおかげでちゃんと 手をね握り直すことができたっていうところは良、かったと思います。はい。やっぱりね、このパッと見た感じ口も悪いしぶっきらぼうではあるんだけど、ね、基本的に誠実でいいやつとね、メープルバーさんも言って、マープルバーさんってねごっちゃになってますね。はい。マープルバーさんも言っていました。まあそんな感じですね。まあその戦って倒したよかったじゃなくて、やっぱりそのなんとかデーモンを撃つことはできたんだけど、被害は甚大やし、大切な人たちをたくさん失ってしまったよっていう悲しみの方がね強いわけですよ。当たり前ですけどね。で、まあでもちょっとした奇跡でもあるわけで、はい。なんかこうマープルバーさんとはお別れをちゃんとできたっていうところは良かったのかなと思いました。マープルの未練の部分がですね、まあ言ったらガスたちの未練にもつながってきてですね、なんかアンデッドってちょっと不思議な位置づけだよねというふうに思いました。なんか単純に倒すためのゲームで出てくる倒すため の敵キャラっていうんじゃなくて、それこそその人によっては記憶が残っていたりだとか、あとまあその子供のケースで言うと自分がアンデッド化してることの自覚がなかったりする部分になってるので、なんか単純にアンデッドを倒すのって痛みを伴うよねって、思うようになってですね、ちょっと感慨深いですね。デーモンたちと戦う時とは違う、モチベーションで戦うことが必要になってきそうです。はい。そんなわけでですね、まあちょっとメネル的にはまあずっとようやくまあ落ち着くことができたかなと思うぐらいの群れやったのかもしれないんですけど、悲しい別れになってしまったと。このたまに死にたくなるって言っていたことから、まあこういうことが何回かあったりしたんでしょうね。それこそ、冒険者の時にね仲間に裏切られたみたいな話もしていましたんで、彼自身の悲しみっていうのはひとしおだったと思います。でも残された村人のたちのためにですね、他の村を襲おうっていう、そこのまあ自分のやらなければいけない使命感で動いていた部分が、あったんじゃないかなというふうには思われました。で、やっぱりこのね、昔話でやっぱり面白いと思ったのが、そのね、マープルバーさん、バーさんじゃないんですよね。で、その周りの子供たちからバーさんだからバーさんなんだけど、メネル的には別にバーさんじゃないわけですよ。多分ね、メネルの方が年上だと思うんですよね。成長速度が違うみたいなことをメネルが言っていたっていうことは多分そういうことなのかなと、思いますので、はい。もしかしたら年上かもしくは同い年ぐらいなのかなっていうふうに思うと、なんか、これはそのおばあさんが孫を心配するっていうよりは、その幼馴染のおせっかいの幼馴染的な、そういうポジションの関係性っぽくも、若干見えて、で周りがおばあさんって呼んでるからばあさんって呼ぶようになっていった感じがね、ちょっとしていて、やっぱりその弱い時にはですね、すがってしまったりだとか、その助けてもらったっていうね、言ったらこう保護者と子供の関係的な部分も見えて、このなんか寿命が違うっていうね、そのエルフ、まあ、ハーフエルフが人間とかね、別の種族と関わってくる感じのこの歪みみたいなものが非常に面白かったですね。はい。いや、どうだったんですかね。この二人の、年齢っていうのも、おばあさんはおばあさんなんだけど、でもメネルはまだちょっと若いというか、そういう若い精神性を持っていたので、この辺がなんかファンタジーならではの、種族間の交流だよなと思って面白かったと思いました。そしてですね、パートとしては、まあ、戦いは終わったと、アンデッドも基本的には浄化したと、でもまあ死体は残るわけですよ。まあこれでもアンデッド化することはないというふうに思ったので、まあ物理的に言うなら肉の塊でしかないものなんですけど、そこをね丁重にこう運んでですね、ちゃんと埋葬してあげるという、そういう流れになります。で村人たちもですね一緒に、祈りを捧げています。はい。だいぶのやっぱり結構な被害が出ていたことが、分かりました。
そしてですね、その終わった後にですね、隠していた食料をですね、確保することができたからこそ、なんとかこの冬も乗り越えられそうだっていうところに喜んでるんですよね。だから遺跡から財宝が見つかったとか、そのね、敵の親玉を倒したからね、そいつらの食料を奪うことができたっていう喜びなんじゃなくて、自分たちは冬をこのままでは多分越せないだろうって言っていたところを、襲われていた村をですね、まあ村からその自分たちの村、まあ襲われていた村を取り戻すことができたから、隠していた食料をなんとかつないでですね、なんとかこの冬越せるだろうっていう喜びの形に近いと思うんですよ。まあその後のその大盤振る舞いを考えると、まあもっと余裕はあったのかもしれませんけど、なんかそのこの襲われたことによって得たものもあってラッキーだよねっていう形じゃなくて、デーモンに襲われたこと自体は本当に村人にとっては辛いし、基本的にはマイナスだし、悲しい出来事って、死んだ人たちは帰ってこないっていうものの上で、でも帰ってきたことを喜んでるっていうね、このその人類が立たされてる状況の厳しさみたいなものをね、感じれてよかったと思います。ウィル君お酒飲んでね、大丈夫だったんでしょうかね、ちょっと心配にはなってきますけど、この辺はちょっとね、感慨深かったですね、なんだかんだで、なんかそのやっぱりありがちじゃないですか、こうアクシデントとかイベントとかが起きたら、なんかむしろプラスになって帰ってきてる的な描写になってる物語多いんですけど、まあ少なくとも絶対的にマイナスだけど、でもなんとかこの冬越えられる、よかったねっていう形ですよ。いや、なかなかやっぱ土台がしっかりしたファンタジー見てる感じがしてよかったと思います。はい、そんな感じですね。まあ今回はまあ全体的に見るとやっぱり人類の置かれているかなりきつい状況っていうところと、そしてですね、まあ何はともあれメネルが仲間に入ったという形になりました。まあウィル的にはね、友達ができたという言い方を、ね、してはいたんだけど、やっぱりこの厳しいその世界で生きてる人たちが、おいそれとね、利害関係とかで簡単に仲間になってしまうっていう形っていうのはあまりおそらくよろしくないわけですよ。で、そんな中ですね、ちゃんとメネルの過去の話も掘り下げつつですね、メネルが過去の話をウィルに告げる、そのための流れもしっかり作ってですね、その上でですね、自分がお世話になった村人たちをですね、自分よりもある意味献身的にですね、その、まあ、弔ってくれたウィルに対して、やっぱり彼自身がね、ついていきたいと思ったのかなっていうところまでしっかり、描かれたのが本当に良い、まあ仲間を増やす話だったというかね、仲間を得る話として良かったなというふうに思いました。はい、そんな感じで、まあ次回がまあ総集編という話なんですが、まあ道中進みながら今までのことをお互いに語るみたいな話になるのかなというふうには思われます。はい。ではですね、まあ、ここからはまあ自分の好きだったポイントをね、話すというね、気楽なことになるんですけど、まあ、いつも気楽に話はしてるんですけど、はい。まあ、その、バトル描写ですかね、今回言うなら。はい。まあ、バトル描写、僕はそんなにアクションとか気にする人じゃないんですけど、何が良かったって、まずね、その尺が短かったのがすごく良かった。ね、じゃあちょっと全滅させてくるみたいな正面から叩き潰そうって言ったところはやっぱりちょっとね、そのブラッドの教えが効いてるなというかね、笑いどころにちゃんとなってるんですよね。なんか変な笑いどころっていうのを無理に作ってない分、その笑える部分結構少ないんだけど、でもそのサイパラにおける笑いってこっちが結構感覚を研ぎ澄まして見てるからこそね、くすって笑えてね、楽しくなれるわけですよ。ね、ここの正面突破もそうですし、どうやったらそんなに強くなれるんだって言った時に、ね、パンをいっぱい食べたりとかもね、よかったと思うんですけど、ね、ああいう笑いどころっていうところがね、なんか楽しめる部分。そして、あっさりと倒してしまったからこそ、ウィルの凄さがわかる、強さがわかるっていうね、そういう部分になっていました。特にまあポイントとしてですね、まあ無双する主人公を描くんだけど、でも
この戦いによってその何かプラスになったよねっていうところでは、仲間を得たっていうところだけで、人はたくさん死んでて、まあ失ったものがある。だからこそ戦いが終わった後の処分の方が、気持ちの整理だとか埋葬だとかの方が大変だよっていうことが、ちゃんと書かれているという意味で、そういう意味で本当に一瞬で終わった戦い、良かったと思います。で、まあブラスクスとかね、ちょいちょいこう短い尺でもいろいろ見せてくれるわけですよ。ブラスクスって多分そのダンジョンに入った時に戦った相手ですよね。これ構図が全く同じなんですよ。これね、多分ね、この敵のね攻撃パターンが多分一緒やったと思うんですけど、あ、君そんな顔してたんやってね、あ、君顔そんなんやったんやみたいなことの答え合わせにもなっていて、面白かったというふうに思います。はい、槍をね、持っていた敵ですよね。うん、なかなか強敵であったという話では、あるんですけど、まあまあね、成長したビルならね一発という、そういうことだと思います。他にもですね、言ったら中ボスというか、強い敵だと思うんですけど、マンティコはね、はい、まあまあ、その、あっさりと、無力化することができていましたので、その、やっぱ今までね、戦っていた相手が悪すぎた。神とか賢者的なものとか、そういうね、英雄的な人と戦っていたので、はい、そういう意味で、まあ、ウィルは魔法も十分強いよというところを、示してもらえたんじゃないかと思ってですね、よかったと思います。そして、やっぱり厄介なのは、そういう意味ではただ単に倒すだけなら厄介じゃないんだけど、アンデッドっていうところは、なかなかにこうね業が深いというかね、辛い部分でした。ちゃんとね、まあその冥府に返してあげるというか、輪廻の輪に返してあげるんですかね、はい、そういうところになっていましたので、まあその小さい喜びというか奇跡的な部分で言うと、このおばあさんがおそらくは相当な実力者だったところからですね、上位のゴーストとしてかなり自我を保っている状態で話ができたところ、良かったと思います。そしてですね、一応その今回の親玉的なものに関しても、説明をしてくれましたので、まあここに向かう形になるんじゃないかな、はい、本当の中ボスが出てくるんでしょうか、期待していきたいなというふうに思います。はい、そんなわけですね、まあまあそのウィル自身の、無双な描写っていうのを短くでも圧倒的に書いたことによってですね、個人的にその後の描写がですね生えてくるわけですよね。モンスターたちをですね本当にコンビニ感覚でねパンパンパンと倒していた、そういう、ウィルがですね、その後の埋葬しなければいけないね、言ったらまあ遺体とかを扱う時にめちゃくちゃ丁寧にしているし、で一つ一つちゃんと祈ってるわけですよ。魂を輪廻に返した後の祈りじゃなくて、その後も祈ってるんですね、ちゃんとね。で、まあ、村人たちとも一緒にも、祈ってるんですけど、ここのね、その対比がね、良かったですよね。なんか、デーモン倒すのよりもはるかにこっちの方に心血を注いで書いてるっていうところが、で、これをちゃんとやったからこそですね、多分そのメネルも彼についていこうと思えたんじゃないかなというふうに思いました。はい、なかなかにね、素晴らしい無双の話だったというふうに思います。はい、まあ本編に関しては、これぐらいですね、お付き合いありがとうございました。はい、皆さんのねコメントとかも教えていただければ嬉しいかなというふうに思います。特に僕が、まあアニメ視点でね、見たままに勝手に喋ってるってことになりますので、いろんな勘違いとか間違いとかもねあると思いますし、原作からはね離れてる部分もあると思います。原作視点でね、語られる場合は開業など入れていただけると、まあアニメのみで楽しみたい人、ねネタバレ要素的なのが、苦手な人っていうのでもね楽しめるんじゃないかと思いますので、まあファンとして一緒に楽しんでいってファンを増やしていけたらと思いますので、ご力ご協力いただければと思います。はい、前回もですねいろんなコメントねいただきましたので、ちょっとまあ触れれそうなところは触れていこうかなと思います。でこれもね変な触れ方するとね多分ネタバレ的になっちゃうんですよね。なんで難しいと思うんですけど、はい、まずですねコメントとしてはですね、はい、メネルが、姓を名乗らなかったことをねコメントされてる方がいましたね。そうそう、ハーフリンクとかねエルフの風習にまあ習って名字をね、名乗るみたいなことを言ったらガスが言ってくれていたのに、そういえばエルフ系列であると思われる、メネルが名乗らなかったのはやっぱり里の問題でね、いろいろあったんだなっていうところが、まあ見え隠れしていてですね、ああ鋭い人もいるなというふうに、コメントを見ていました。
こういうなんかこう次の展開が察せる材料をちらほらとね置いてくれているところがいいですね。あとですね、僕は違うんかなと思ってはいたんですけど、ウィルがしばらく旅をした後に見つけた廃墟で、大きな穴とですね落ちた橋を確認していて、で、これがその5話で、言っていたその橋を落とす5話の C パートで、マリーたちがですね、まあ言ったらガスが橋を落として持ちこたえれるかみたいな話をしていたんですね。そのパートで魔法で、言ったらガスがね、やったも橋なのかもしれませんね、みたいなコメントが結構ね、ありました。うん、まあ自分的には、橋を落としても数日しか持たないだろうみたいなことを言っていたことから、そのモンスターや魔物が足の進行速度を考えて、その橋を落としても数日しか持たないなら、ウィルが、旅に出てからしばらく経つけど、みたいな言い回しをしていた、位置よりはですね、もっとその橋が落ちたのはですね、故郷から近い場所で橋が落ちたのかなと、思ってはいたので、違うのかもしれませんし、魔法で橋を落ちたというよりは、なんか自然崩落っぽい、映像としてなっていたので、自分は、その部分を、想起させるような演出ではあるけど、実際に落とした橋とは違うのかなというふうにはちょっと思いましたが、この辺はね、いろんな解釈でいいのかなと思いましたね。はい。こういうふうな考察ができるのも楽しいという部分ですね。そんなわけでですね、やっぱりこうね、かなり真っ当に作られていて真面目に作られているので、長くこう楽しんでいきたい作品ですねっていうコメントが非常に多かったです。あとですね、僕も面白いなと思ったのが、こう、掲示は受けての解釈次第っていう、そういうところをね、注目している方もね、結構いましてですね、はい。そのグレースフィールが掲示してくれるんだけど、それによって何を伝えたいか、何を読み取るかはそれぞれっていうね、そういう部分なんですよね。戦闘中にもグレースフィールがいろいろ教えてはくれるんだけど、でも、そこから何を読み取るかっていうのは本人次第で、そして、前回自分がそのグレースフィールの教えを広める的な、言い回しをちょっとしていたんですけど、正しくはグレースフィールに自分が誓ったことを守るとね、誓ったことを実行するためにウィルが動いてるっていうところが、その啓示から何を受け取るか人次第っていうところもつながって、神と人間がその同じ価値観で生きることはできないよっていうところの裏付けになってるところが、いいと思いましたね。はい。ウィルは、生涯邪悪を払い、嘆く者を救うとね、言っていましたので、その誓いに従って動いているよと、そういう意味でまあね、グレースフィール自身の信仰も広めているよという形になっていて、面白かったですね。ちなみに、今回メネルは罪をあがない前を向いて生きることっていうようなことを、その守護神にする上で誓っていたんですけど、これがまた誓いになるのか、どうなのかっていうところに、なってきますよね。はい。その辺またね、見ていきたいなというふうに思いますが、自らの誓いをね、守って、なんていうかこう、精進するというか、そういう部分の宗教観は非常に面白いなと思いましたね。はい。あと、これは、この作品というよりは、作品全体、創作物においておけることなんですけど、宗教観を、すごい強い主人公にね、貸すことによって、物語の制約をつけるというかね、物語がこう、深みをつけるみたいな形っていうのは結構、創作物ではよくあるみたいですね。何でもできる主人公、好き勝手生きるぜ、じゃなくて、宗教観とか、道徳観とか倫理観とかもね、そこに近いとは思うんですけど、はい、なんかそこを制約に、生きる主人公っていう物語にすると、なんか普通のテンプレート的な物語のイベントが発生していても深みとかですね、面白みというか独自性が出てくる部分に、なってきますよね。その懈怠な宗教観とかでもいいと思うんですよね。今のナローっぽいタイトルで付けられそうな感じになると、例えば、語尾にニャをつけている限り最強ですみたいな、そういうタイトルで物語をこう始めるとして、つまり、獣の耳で猫耳の神様が自分の宗教を広めたいから、語尾にニャをつけている限りあなたはその加護で最強になれれば的な条件のこうチート能力を得られて、こうね、猫耳が好きだった主人公はノリノリで行くんやけど、その魔法の呪文の後にニャをつけてしまうとですね、その魔法の呪文は発動しないし、ニャをつけずに魔法の呪文を唱えるとですね、加護は得られないみたいな、そういうなんていうんですかね、
パッと見た感じアホくさ意味わかんねえっていうところが、なんか実際にその制約となって落とし込まれてくるとですね、主人公はそのじゃあそもそも呪文ってどうなったんだろうって、昔の呪文はすごく長いから、呪文の詠唱短縮が入っているなと、ね、詠唱短縮を応用することによって、ね、語尾ににゃをつけても使えそうな呪文を探そうみたいな感じで、使える呪文の中の制約が生まれてしまうとかですね、まあ、そんな感じのなんかこう一つ厄介であってもシンプルであっても、なんかちょっとした制約をつけることによって、まあ無双な主人公の行動がある程度その修正されるとか、ね、逆にそのできることの範囲をね、そういう部分で調整するみたいな、そういうこう落としどころのつけ方っていうのはね、確かに面白いなというふうに、思いましたので、なんかこうそのうち、制約系主人公流行るんじゃないですか。もう流行ってますか？わかんないですけど、はい。ナロー系のね、今は何者が流行ってんのかわかんないですけど、流行り物でそういうのね、なんか制約系主人公流行ったら、個人的には嬉しいなというふうには思いました。はい、話ね、脱線しましたが、動画の方一応ね、出しています。原作の方をですね、自分一応欲しいものリストを開放をしてて、まあそこで、まあ原作小説とかをこう投げてて、まあアニメ視点で物語楽しもうと思ってるんで、あんまりそこは主でやっていく気はないんですけど、せっかくアニメ盛り上がっててね、で、まあ原作の方も売れればですね、まあサイパラに関してはちょっと自分もその2期3期見たいわけですよ。そんなわけで、ね、盛り上げれたらという意味でですね、原作小説の方の、まあ感想なんかを、つぶやいたり紹介なんかのね、動画を、出させていただきました。で、やっぱりこれを見てからまたアニメ見返すとですね、スタッフがどういうところに力を入れたかみたいなところもね、見れてね、なかなかに楽しい部分だというふうに思いますので、はい、まあ、よろしければね、チェックしていただければと思いますし、ね、原作知ってる方でもね、そうだよ、そうなんだよ、こういうところがアニメはね、分かってるんだよみたいなところが、楽しめるんじゃないかなというふうに思いましたので、まあ、よろしければですね、こちらの方も合わせて、お楽しみいただければ嬉しいかなというふうに思います。はい、ではね、長々とお付き合いありがとうございました。まあまあ、こんな感じでこのチャンネルはね、僕がまあ気に入ったとか好きな作品なんかの感想をシェアしてですね、まあ、満足度を全体的に上げていきたいなという、そういうコンセプトで、やっていますので、またね、次の動画もしくは別の作品でお会いできれば幸いです。それではご視聴ありがとうございました。遠山徹でした。